シーナ観光バス株式会社は、茨城県日立市中央町ともべ東2丁目後の3、日本車を置く貸切バス、乗り合いバス事業者。戦前には、川尻から日立大田への路線バスを運行していたが、第二次世界大戦中の統合により貸切専業のバス事業者となっていた。戦後も長らく貸切専業事業者であったが、1997年4月1日より、 中央駅起点の2路線の運行について、JR バス関東から遺憾により、路線バス運行に参入している。乗り合いバスは全路線が赤字であり、日立市、高萩市の補助金で運行する。日立市、高萩市の委託で運行している。2002年4月1日からは、中央駅から黒坂、沢平の路線が開業した。最初はこの路線は、日立電鉄バスが走っていた。 また2002年4月1日より、中央駅発着の路線は大人200円の運賃に、均一されていた。2014年4月1日から、消費税8%に伴い大人210円となった。なおこびと、障害者で手帳あり、70歳以上で、年齢証明ありは100円と、末置きされている。また、日立市立中央中学校のスクールバスが廃止され、 中央中学校の日立市中央町の高原、黒坂地区の生徒は通学証明書が発行され、どう、証明書で、中央駅から黒坂、沢平のバスが利用できるようになった。その後、2006年4月1日には、JR バス関東高萩営業所管内の路線すべての移管を完了している。当社の運行になってから、中央駅から高萩駅への直通はなくなっていたが、2011年 直通運転で、中央地区と高萩地区にまたがって、乗車の際は、運賃400円だった。このため本来例えば、高萩駅からゴルフ場入り口までは280円なのでまたがって、乗車することで200円に割引されたことになる。ただしまたがって、高萩地区の短い区間だと、例えば150円区間だけでも200円かかって、しまうようになっていた。二千十一年四月七日、 上磐線の運転再開により、通常ダイヤに戻された。高萩駅発着系統、編集中央駅発着系統、編集中央駅を発着する路線は乗車、下車の停留所にかかわらず大人210円、子供70歳以上で、年齢証明あり、障害者で手帳があれば100円。中央駅発着は、運賃が均一されているため、整理券は発行されない。 以前は、高萩駅ゴルフ場入り口線も均一運賃だった。高萩駅発着は、待機路線運賃で、整理券が発行される。子供、障害者で手帳があれば、大人料金の半額。高齢者及び障害者割引は、回数券は利用できない。ありがとうございます。